最下の記憶と切り離せない時刻がある12年前の3月を振り返るとき巨大地震が発生した午後2時46分が即座に浮かぶ加えてあげれば午後3時36分12日に東京電力福島第一原発の1号機建屋が水素爆発した瞬間だ後に 3 4号機も同じ経過をたどったが世界に与えた衝撃を含め最初の爆発が事故の象徴だろうあの日当初は原発の3キロ圏内に出されていた避難指示が10キロ圏内に拡大され人々は事情もよくわからないままふるさとを離れた海沿いの原発から遠ざかるように西へ そのうちの一人は後に「ドーンという音で振り返ると原発方向の松林の上に煙が上がり夕日を浴びて少し赤みがかかって見えた」と語った原発の状況が深刻化し避難指示範囲がなお広がると本県にも続々と逃れてきた米沢市で取材した家族の憔悴ぶりを 今も覚えている。「先日第一原発と周辺被災地を訪ねた一帯は除染が進み原発構内も軽装で視察できた帰還困難とされた区域でも一部で避難指示が解かれ人が戻っているだがまだわずか今後の長い時間を思う」 山形に帰ろうと車を西に向けると時計の針は3時35分を回っていた。